キャッチャーってまあ主審の方ともすぐ後ろで、まあ、いつも会話ができる環境なわけじゃないですか、うんうん、そこのコミュニケーションっていうのはまあ人と人なんで必要なものですか、うん、あ必要なものだと思います、うん、なんかこう気に入られたらギリギリのボールストライク取ってくれるとかそういう気持ちは実はないんだけど、はいはい、もちろん別に険悪のムードでやる必要はないし、うん、実際昔はね、まあ、いいか悪いか置いといてアバウトな人も多かった、まあ、今も結構アバウトな人が多いけど、まあねはい、例えばいい球来たらもうすごいアンパイも喜んで、うん例えばアウトコースボールが、ね、半分ぐらい外れても、はい、パーン来て、うん、キャッチャーがパチーンとったら、うん、ストライクって言うのよ、はい、腹いいボールやとか言うのよ自分でなるほどそういうこともあったりするんだよ。